こんにちは、マイオラブラルデンジャラです。ザワキメント一人、闇のデュエル。ということで今回闇のゲーム闇のデュエルをやっていきたいと思いますだぜ。もう皆さん最近聞き飽きてると思うんですけど、僕遊戯王ハマってるんですよね。マスターデュエルやってて、でどうしてもなんか動画でねマスターデュエルやりたいなと思ってて、でも普通にマスターデュエル普通に俺がデュエルしてるだけじゃ多分皆さんつまんないと思うので、今から3回デュエルするんですけど、負けたら闇の罰ゲームが待っているというデュエルでございます。今回闇の罰を3つ用意しました。まず1回負けたらびっくり動画を見ます。で2回負けたら1週間 iPhone の壁紙ホラー画像にします。で3回負けたら検索してはいけない言葉の危険度7を調べたいと思います。一番ダメです、一番やりたくないです。本当に罰ゲームで危険度7見るのはバカだから、という感じの闇のデュエル今回やっていきたいと思います。そして私動画関係なくプライベートでとある闇のゲームをして負けてしまいまして、1ヶ月間鮭の指輪をつけることになりました。なんでやねん、千年リングちゃうんよ、こっちはサーモンリングなんじゃ、なめんじゃねえぞボケ。ということで早速闇のデュエルやっていきましょう。デュエル、ドゥドゥルドゥルドゥルチュイーン、ドゥ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 。今回使うデッキなんですけども、ドライトロンを使ったってね楽しくないんですよ。勝てちゃうんだもん、ドライトロン使ったって。ドラゴンメイドはまあ可愛いし強いんですけど、今回あえて使いませんと。私が今回使うデッキはこちら、恐竜サンダードラゴンデッキでございます。今回恐竜サンダードラゴンデッキを使って戦っていきたいと思います。僕2018年頃ハマってた時に紙のデッキも作ったんですよ、恐竜サンドラの。誰とも対人戦はしてないけど、あんまマスターデュエルで恐竜サンドラは見ないですね。カオスサンドラとかはありますけど、でも僕はかっこよかったんで作りました。でもまだ未完成です。雷神竜サンダードラゴン3枚目作れませんでした。化石調査も2枚しか入っていません。という感じでまだ未完成のこの恐竜サンドラデッキで戦っていきたいと思います。やっぱ恐竜といえば剣山ティラノくんですよ。なんとかダドンとかなんとかザウルスの、僕も戦っていきたいと思います。ザウルス行く、ザウルスよ、絶対に負けないザウルスからね、絶対に負けられない戦いがここにある。プラチナワンダ勝てないザウルス先行取られる。先行を取っていいザウルスか、それはありがたいザウルス。プラチナ1のハンディってわけかザウルス、絶対に負けないぜ、なめんじゃないぞ。俺の先行、俺からやっていくぜ。まずは魔法カード化石調査を発動するぜ。このカードの効果によりレベル6以下の恐竜族モンスター1体を手札に加えるザウルス、チェーンは発動しなかったザウルス、ここで俺が加えるカード玉食いオブラプター、そして玉食いオブラプター効果発動ザウルス、オーバーテックスゴアトルスを墓地に送るザウルスよ。そしてゴアトルスの効果発動、究極進化薬を手札に加えるザウルス、これでパーツは揃ったぜ。カイバー、あれ使えない、なんで、あー恐竜族以外の体がいないミスったザウルス、これ無理ザウルス、どうすればいいザウルスか分かんないザウルス。ちなみに恐竜サンドラでランクマ潜ったのはこれが初めてザウルス。OK let's go 鳴り響くゴン Like a Dino Here we go ついてきなブロー Yeah あとはプチラノドンの効果、ダイナレスラーバンクラトプスを特殊召喚、まだ俺には可能性があるぜ何怪獣だとヌメロンダメだ、ヌメロンに勝てるわけがなかろうに。あ、負けたザウルス。圧倒的敗北。まず俺は一戦目負けたぜ。よって俺はびっくり動画を見ることになるぜ。カイバー。びっくり動画なんてもう日常茶飯事なんで大したことないんですよね。なのでもうびっくり動画パッて見ていきましょう。はい。来いよ。ああ、やだな。やだな。うぜえ、どんどん行こう。くそ、さっきはちょっとまあ無理だったな。まさかサンダードラゴンカードが1枚も手札にないとは思わなかった。行くぜ、第2回戦ザウルス、絶対に負けないザウルス、高校ザウルス勝てないザウルス、遊戯王は高校が圧倒的に不利だぜ。だったらなんとか妨害カード、おこれはフレームギアガンマ、こいつが手札にある。ちなみに俺は遊戯王好きだけど遊戯王全くもって詳しくないぜ。究極進化薬マクロコスモスを発動されたぜ。王宮の直命、何も書けない何も書けない、性別都市も肌の色も絵にも書けない、俺は
墓地の恐竜族2枚を除外し、アルティメットコンダクターティラノを特殊召喚するぜ。バトル、いけー、勝ったー。なんだこれー。2戦目に勝ったから1週間壁紙ホラー画像をなしにするぜ。次の3戦目で負ければ俺は危険度7の検索してはいけない言葉を調べるぜ。これがハイリスクハイリターンデュエル。でも俺は今流れが来て、なんずっとあれじゃん、俺ずっと裏やん。一回もコインが表にならない。まあいいぜ、この手札は悪くない。うららが2枚、強すぎる。一体どんな、え、待って、俺のターンだと。相手は一体どんな手札だったんだ。大概使わせてもらうぜ。マジックカード、化石調査。俺は玉食いオビラプターを手札に加える。で、このデッキ恐竜サンドラなのにさ、一回もサンダードラゴン今回出ないんだけど、意味わからんやん。召喚、効果発動。うららが来るかい。ゾージーかー、ちょっと。やだなぁ。ゴアトルスを墓地に送るぜ。効果を発動させていただこう。まさかうららまでいるっていうのか。うららかぁ、きつい目。う、何もできないぜ。玉食いオビラプターでダイレクトアタックだぜ。ザウルス、ターン終了だぜ。だが相手のゾウジーは意味なかったな。お前は勝てない、お前は勝てない、俺ら全てフリーで好きにカッコつけりゃいい。あの日のお前覚えてるか、全て気にしてビビってノートーケー。今じゃ目が暗い、本当に怒りすぎてる。ライラク暴走時、この闘争心から3000、4000、もう勝てないぜ。あー、負けた。サンダードラゴンでんやんけ。検索してはいけない言葉、危険度7。下、盗んだ。はい。下と指を、はーんでされる動画らしいです。ベネズエラらしいですね。わー、あ、これ見たことあるんじゃね、ワンちゃん。行きましょう、行こう行こう。舐めんじゃねえぞ、舐めんじゃねえぞ、舐めんじゃねえ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 ぞ、舐めんじゃ、ダメー、見れない、見れない。上原愛、これが闇のデュエルです。皆さんも闇のデュエルするときは気をつけてください。あとエルドリッチドライトロン電脳界にも気をつけてください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。I'm not going to be able to do that.